大家早安，现在呢我们在计程车要去我朋友开的早餐店吃早餐。おはようございます。いっぱい寝た。チャージした。就是这家店，这一家是我高中同学开的店，有时候回台湾的话我都会来吃。他们两个现在这里拍照。コティのこの服昨日的買いました。そうです。めちゃくちゃ可愛い。本当に合ってる。嬉しい。これがついてて超可愛いと思って、ちょっと悩んだけど即決しました。いやでも買ってよかったと思います。本当に今日はこれでいろんなとこに行きます。我朋友他们早餐店这个 logo 是自己做的。せーの。おいしい。台湾の人はあまり家で朝ごはん食べなくて、こういうところで買って会社行ったりとか、あの学校行ったりとか。朝ごはんちょっと日本人あんま食べないから。いいね。そうなので台湾人は日本で暮らすのがすごい最初大変だった。本当に。朝ごはん食べた方がいいから朝から食べる。我们点的早餐来了，我朋友对我们超好的，送超多东西的。我们点了培根蛋饼，还有薯饼蛋饼。这个很好吃。口令我一吸。他们两个先吃吃看培根蛋饼。サクサクでしょ？嗯。他们说超好吃的，对，好吃哦，好吃。我朋友还拿韩式的酱给他们吃。大根餅。これは大根餅か。意味は。下は卵もついてる。美味しい。これめっちゃ美味しい。うまい。酒のおつまみとかでもね、食べれるよね。这个是我朋友推荐他们这里的熔岩起司葱抓饼。いただきます。它里面是包德式香肠哦，超级丰富的，吃下去应该超饱的吧。哇哦。Cody 说他目前呢最喜欢的是萝卜糕。那个一包一起。我朋友招待送了我们红豆麻吉。好吃。这个很好吃哎，它还有淋花生酱。我朋友给他们看他女儿的照片。可愛い。似てる。他们说跟你长得一模一样哎。对啊，很像啊。哇。太美了。恥ずかしいだって。恥ずかしい。他们在那边拍，我们都看不懂，真的好好笑。哎，日本人喜欢的东西，有时候其实我们本国人是自己看不懂哎。我朋友还送 Cody 他们饼干。啊，可惜。这个好吃，雪饼。これ美味しいって。谢谢。見たい見たい。美味しそう。谢谢小君。各位，我们现在在包车计程车前往十分，还有九分。着いた。着きました。我们现在到十分。長旅。長旅。因为他们想要放天灯，所以带他们来十分。现在这个时间差不多是下午两点，算是还蛮刚好的时间吧。他们两个现在比起天灯更专注在买这些小吊饰。可愛い。可愛いこれ。みんなでお揃いにしたい。しよう。これ。私これ可愛い。麻将可愛いね。可愛いこれ。ポケモンワード。ポケモン。ピカチュウ可愛くない？可愛い。可愛い。他们看别人放天灯，看人觉得不可思议。哇，今天十分这里也好多外国人哦。果然十分跟九分这里就是很大的观光区。生きてるだけで。丸儲け。他们两个写的好认真，好可爱。天哪 ，Cody 画的画完全是小时候会看到那种日本的拍贴机耶。いやまぜ。もう昔結構こういう感じの流行ってなかった。中学生の時に。次はルーの番よ。みんなお楽しみに。何何？一緒に幸せになろう。同じ意味。あ。现在平溪线的火车来了，他们刚好就可以拍一下。Cody 跟莉亚好可爱，他们两个都想要车子跟房子。我们的天灯完成了，莉亚写内部的有你心里在 ，Cody 写一直心的魔鬼完来，我真的气到直接去写，大家都玩不知你哪该去洗脑赛，我知道，哪该去洗脑，健康哪该去洗脑赛呢？嗨。
做感冒对他们这里的员工都好认真在帮观光客拍照，好有趣，一直叫他们换姿势。我们这一次选的天灯店家竟然还有附照片，真的超可爱的。而且我们人站的位置刚好是我们写的地方的位置，像是 Cody 跟我跟莉亚，哇，好棒哦！这真的是一个很棒的回忆，可以拿去当土产。我们现在已经来到了九份。ここでいろいろ売ってるの。看什么都兴奋的他们两个，他们两个对这里的梳子超感兴趣的。我跟大家说，我真的觉得很特别，因为我是台湾人，我都觉得这些没什么特别的，可是日本人都好喜欢哦。我们点了阿甘一芋圆。哦，下は氷なの。氷だ。感觉他们很喜欢这个，太好了。よかった。现在店员在教他们两个怎么喝茶，好可爱。可是我跟大家说，他们两个一定没在听，要我等一下再说明一次。你看，一定没在听。いい匂いでしょ。匂いがいいです。はい、谢谢。美味しい。香りがすごい。私も飲もう。好喝。あれ食べたことあるよ。私美味しかった。あ、もうないの？美味しい。めっちゃ美味しい。いいね。中に溶けるさ。コーティーが吃绿豆糕被大感动了。台湾里的一番幸せな時間かもしれません。今？今大好き。其实文章也是说他在阿妹茶楼喝茶，我真的觉得很开心。もうちょっと暗くなったらもっと綺麗だよ。ランタンは全部つけるから。ちょっとつけ始めて。いいね。现在呢，他们要准备去拍九份的美照，还有要去夜市。可愛い。跟大家说，我们的莉亚超厉害，我跟 Cody 一直疯狂的迷路，对，全部都是靠莉亚一个人。我们莉亚さんすごいね。I remember everything。ね、莉亚さん。那你？なんか今年ロンドン行くんだって。そうなの。大家一起帮莉亚加油。而且莉亚是要长租，莉亚差不多要住两年吧，大家一起帮莉亚加油。頑張ってて。頑張ってて。司机人超好的，在离开之前还带我们来看夜景。皆さん台湾に来てくれてありがとう。本当に来てよかった。ありがとう。たとえ夜が明けようとしても